モントローズアベニュー駅は、ブルックリンクイーストウィリアムズバーグの、モントローズアベニュー、プッシュウィックアベニュー交差点にある、ニューヨーク市地下鉄 BMT カナーシー線の駅で、終日 L 系統が停車する。ホームモントローズアベニュー駅は、デュアルコントラクトによりマンハッタンの6番街駅から、東へ向かって建設された、BMT カナーシー線の初期開業区間の、 東丹駅として1924年9月21日に開業した。当時は、カナーシー線モントローズアベニュー駅、ブロードウェイジャイクション駅間は、地下線ではなく高架線として計画されていた。モントローズアベニュー駅は、相対式ホーム2面2線の地下駅である。ホーム壁面には、タイルモザイクの帯と、駅名標が設けられている。絶妙にカットされた、鮮やかなスカイブルー。 セルリアンブルー、ローズ、黄色、メーズ及び白の磁気タイルが黒、ラズベリー、グレイッシュラベンダーの背景にはめ込まれている。この帯には六角形に M と書いた名板が等間隔で配されており、青の細体が上端、下端にあしらわれている。ホームには青く塗られた I 蛍光の柱が等間隔で並び、一本置きにニューヨーク市地下鉄で標準的な黒地に白でレタリングした。 駅名標が取り付けられている。メザニンは線路中央の上に設けられている。各ホームから階段を上がると、待合所兼ホーム間連絡通路があり、自動改札機が設けられている。改札の外には、トークンブースと2本の階段があり、モントローズアベニュー、ブッシュウィックアベニュー交差点の北西角及び南西角に出ることができる。マンハッタン方面ホームには放棄された反路があり、 地上に繋がっている。これは1920年代に AB 標準車の搬入でに用いられたもので、列車前面から見ることができる。金足方面ホームの下には線路に降りる小さな階段があり、ホームが延長されたことの痕跡を止めている。ありがとうございます。